リコさんの味噌汁は母さんのより全然美味しい。ありがとうございます。あ、そうだ、俺明日から2日間だけ福岡に出張行くことになったんだ。そうなの？そういうの早く言ってよ、支度があるんだから。ごめん、忘れてたんだ、ごめん。高尾、新婚早々リコさんを一人にして大丈夫なのか？何言ってんだよ、親父がいるだろう。そっか、自分がいたか。やだ、お父さんたら。すっかり忘れちゃった。ご一緒していいですか？ああ。明日からこの家の中に二人きりだなんて、なんだか緊張しちゃうね。そうですね。こんな親父が何言ってんだかね。いえ、お父さんまだお若いじゃないですか。私も高尾さん以外の男性と二人きりなんて何年ぶりかしら。すまんね、二人は新婚なのにこんな邪魔者がいたんじゃ。そんなことないですよ、高尾さんもちょくちょく出張もあるし、一人になるよりお父さんがいてくれた方がよっぽどいいですよ。そう言ってくれると助かるよ。じゃあ行ってくる。行ってらっしゃい。気をつけてな。お帰りなさい。ああ疲れた。ああ親父と二人だったけど大丈夫だった？ええ、ちょっとだけお酒を飲んだわ。そっか。あ、お帰り。お、だら。もう、お父さん。うん？なんだい？なんか変なんです。体がうずいて。そうか。じゃあ自分でやってごらん。特別だよ。そんな、恥ずかしいです。いいから遠慮しないで、見ててあげるよ。